はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、ホンダさんにお借りしてます。去年の年末ですね、2014年の12月に発売になりました、ホンダグレースのご紹介です。実はですね、このグレース、ホンダフィットの姉妹車なんですね。シャーシとかね、エンジンとかモーターも全部同じパーツを使っているんですけども、見てくださいよ。なんかね、全然違うんですね。まあちょっと詳細を見ていきましょう。はい、では、詳細を見ていきましょう。かっこいいっすよね。なんかね、鼻が長いんですよね。で、ほらほら、この下のね、エアロの部分がなんか突き出しているんですよね。かっこよっすな。ぐるーっとね、全体を見ていきましょう。横もね、ほらこれセダンなんですよね。ハイブリッドセダン。最近この5ナンバーサイズのセダンでハイブリッドっていうのはなかなかなくてですね、まあこれホンダさんこれ出してよかったと思いますね。まあ、ちょっと年齢層が高めの人向けですかね。はい、真後ろはこんな感じです。ザザザーン。いいですよね、このセダン。そうなんですよね、最近のねハイブリッドってね、後ろが広いんですよね。ほらこれゴルフバッグは横積みできそうなスペースですけど、まあギリいけんのかな。なんかね、ハイブリッドって言ったら後ろ狭いんですけど、最近のはこれ電池どこに積んでるんですかね。あ、だいぶ広いですよね。でグレースはこれドルフィンアンテナなんですよね、上の部分が。ドアノブはこんな感じ。ちょっと開けてみましょう。内装はほぼフィットと一緒ですよね。ちょっとスポーティーなデザインがここに入ってますね。素材はちょっとね、これアルミ風の塗装をしてるんですけども、これ FRP ですかね。まあ、こちらはまあまあそんなに入らないですかね。まあ、書類が入る程度ですね。でサイドブレーキで、ここはコンソールボックス。なんかぐちゃぐちゃっとなってますね。はい、後ろ座席に乗ってみました。私はちょっとね、座高が高い方なんで、ちょっとねほら頭が当たりそうになるんですけど、まあちょっと後部座席はちょっと若干狭めなんですけども、それでもほら足元がね、後部座席は拳が1つ2つぐらい入る大きさになってますね。5ナンバーサイズのセダンにしたら広い方じゃないですかね。しかもハイブリッドなのにこんなに広いなんてすごいっすよね。グレースはですね、この後部座席にこういう空気の吹き出し口があるんですよね。これいいですよね、後ろの人乗ってる人は。ちょうどこれフィットと10万円ぐらいの差ですかね。まあちょっと年齢層高めの人向けのデザインですかね。外国名が確かシビックだったと思います。スタートボタンをプチッと押すと、ほら電源が入ります。音は全くしないですね。さすがハイブリッド。ナビゲーションこんなんついてますね。これあんまりグレードが高い方じゃないと思うんですけども、これでもほらタッチパネルなんですよね。でハンドル周りに、同じくこの辺もフィットと一緒ですね。これをポチポチといじっていくと、燃費計やら、これタコメーターですね。なんかいろいろこういう風に変わっていきますね。フィットと違うのはこの周りにシルバーのリングが入ってますね。あとはほぼ一緒です。はい、ではちょっとエンジンルームを見ていきましょう。すごいですね、ほらほらこれがエンジン 1.5 リッターですね。でその横にモーターですよね。この辺にねモーターが入ってるはずなんです。タクシー。はい、今電気だけで走っております。静かですね。ちょっと踏むとガソリンエンジンがかかります。でこのグレース結構ねコーナーリングがいいんですよね。結構このシートのホールド感がいいですよね。なんかね背中の上の方までがっちり、ホールドされるような感じがします。モーターとエンジンが今回のシリーズから完全に分離される形になってるんですね。最初は完全にモーターからの出力で、発進します。それが結構ねトルクがあるんですかね。やっぱりこのクラッチですよね。 DCT っていうのは燃費効率がいいんですよね。 DCD は直結になりますので、まあ、エンジンの回転数がもろにそのまま出力に反映されるということで、すごいパワーがすごいパワーを感じますね。今よくテレビ CM でグレースの CM やってますけども、出足がスーッとっていう感じで、まさにねそんな感じがするんですよね。今からちょっとこのトンネルでスピードが出せますので、ちょっと出してみようと思います。グッと踏んでみましょうかね。エンジンかかりますんでね。いけ、ゴー。おお、何これ、なんかターボかかったみたいな速さやな。うわ、これほんまなんかちょっとしたスポーツカーやな。なかなか勇ましい音もしますね。エンジンを減速すると、今この緑の方チャージになってますよね。チャージで今電気が充電されてるという感じになっております。さっきまでは普通のモードで走ってたんですけども、これエコボタンですね。発進します。あれ、これでエコか。あれ、これエコでも全然走れるぞ。グレースのシフトノブは、フィットとかと、全く一緒ですかね。で、このスポーツモード、これを押すとね、結構元気なんですよね。今までも元気やったけど、さらにすごいぞ、これ。お、いきなり最初からエンジンかかりますね。あー、全然違う。これね、タコメーターがね、右に出るようになるんですね。やっぱり S モードにすると走り出しから全然違いますね。はい、というわけで、こちらホンダグレースに乗ってみたでした。じゃあね、バーイ。